大阪維新、摂津市ですか、敗北した。公認候補が敗れたと。まあだから今、維新って言ってたけど敗れちゃうってことで。維新が同選挙区で敗れるのは2010年、結党以来初めて。ほう。府内の選挙で苦戦が続いており、絶対に負けるわけにはいかないと意気込んでいたが、衝撃が走ったと。補選に維新の三好さんのほか、共産党無所属の新顔、計4人が候補して、元市議会議長の無所属の森西さんという人が初当選。昨年4月の前回選挙では維新の候補が全体の8割以上の得票を集めて圧勝したが、今回は141票差で敗れて次点に終わった。兵庫県知事、まあ、斉藤元彦さんへの対応をめぐって維新への批判が収まらない中での選挙戦第一声で、三好氏はものすごい逆風、決闘以来かもしれないと危機感を口にしていたと。だから影響が出ているとそれが吉村さんという。吉村さん、3年前より厳しい環境だ、逆風なのは事実だろう、自民党にぶつかっていくしかないなどと述べている。兵庫県の斉藤知事がパワーハラスメントなどで疑惑を文書で告発され、兵庫県議会が知事に対する不信任決議を全会一致で可決した問題にも言及した斉藤氏がテレビに出演していることについて、吉村知事は自分自身の考えを県民に直接伝えたいという思いで出演しているんだと思う。そこも含めて斉藤知事が最初判断するのだと思うに、と述べた。維新の会は誰かを、まあ、この兵庫県知事に擁立するんじゃないか、すると一応言ってる。それに対して、橋本徹は、次期知事選で独立候補を検討という片山代表の、兵庫維新の片山代表に対して、斉藤知事の推薦は難しいとの見方も大事。国政維新の現職国会議員が出るしかないわねと。まあ、確かにね、それはそうだなと。今、斉藤知事に関する対応をめぐって、めちゃくちゃ逆風が吹いているんですが、僕はでも、一番、なんですか、見落としというか、あんまみんな言ってないのかもしれないですけど、斉藤知事が、不信任決議案された時に、まあ、全会一致って言ってるけども、誰か、造反する人が出てくるんじゃないかなと思って、僕はあれを見守ってたんですよね。まあなぜなら、最後の最後まで斉藤さんを擁護している維新の議員がいたからですよ。まあ特に増山誠議員、北口みのり議員だったり、まあ加藤さんなんかもそうなんじゃないですか。自分の意見を語っていて、その意見っていうんですかね、百条委員会なんかでもそうですけど、増山さんなんかもその旧先方ですよね。斉藤知事を擁護する旧先方で、渡瀬元局長に関してもプライベートをまあ晒せというふうに言って、まあその追い詰めた張本人が維新の会の増山誠議員なわけですよ。まあ本来だったらあの人は議会解散してほしくないだろうなと思ってて、斉藤さんがどういうふうな手段に出るのかなというふうに思ってるんですけど、まあ素直に考えたら議会解散してほしくなくて、そもそもが斉藤知事を擁護なんだから斉藤知事も辞めてほしくないと思ってたんでしょうから、なんで青票を出さなかったのかなと思ったんですよね。一体何をしたいのっていう感じですよね。だってギリのギリまで、斉藤さんを守ってたんです、擁護したんですよ、ずっと言ってたんですよ。あれ公益通報に当たらないようなことも小池通販の専門家の人にもずっと質問してたし、削除委員会でね、なんだろう、その後に出た、話に出た、クーデターだ、革命だとか、そういうのも、それは委員長にね、奥谷委員長にそれを開示することを、ちょっと提案したいですみたいなこと。それはでもプライベート含むから無理ですみたいなことを言われてたりとか、あれ、渡瀬さんの奥さんが書いたんじゃないかみたいなことも言ってた。渡瀬さん、張本人、本人が書いて提出したんであれば、それは公益通報者保護法として守られるっていう、なんか前提があるらしいんだけど、あれを渡瀬さんじゃなくて奥さんが書いてた可能性もあるじゃないかっていう話をなんかボソボソしてたんですよね。あの、専門家の人に。それはでも違うって言われてましたね。奥さんが書いたかどうかすらわからないけど、そこを匿名としてやってる分には、何の問題もなく、保護されるべきだと。それはもう片山副知事なんかによって、突き止められちゃったわけですから、それさら、こいつだっていう犯人としてされたわけだから、それはその後々、奥さんがあれを書いたんじゃないか。
だから公益都合に当たらない。それはちょっと違うんじゃないかと僕も見て思いましたけど、ずっと斉藤知事の擁護をしてたんだったら僕は最後まで筋を通すべきだなと思ったんですよね。逆にそれだったら僕は評価が上がったんですよ。いいとか悪いかの問題ではなく、自分の信念に、自分の信念にね、を突きと貫いてね、最後までそれでやって、全員が全員白票白票出して不信任決議に賛成している中、自分は反対ですというふうに言ったんであれば、僕はもう大した政治家だなというふうに思ったんですよ。まあ、兵庫県だからね、埼玉県の僕がね、評価しようがしまいがもちろん関係ないかもしれないけど、でもやっぱりアピールにはなるんじゃないかなと、一定数はね。いずれにせよ、だってこれ斉藤知事がね、議会解散したってなったら、あの人もう政治生命終わりますよ。もう、受かる可能性はまずないですから、こんだけネットでニュースになってね。だったら、やっぱ最後の最後まで筋を通して、本当にこの人は斉藤知事を信じてるんだなって、思った方が僕は男気あるというかね、なんかそういうとこ見せてほしかったなっていうふうに、ちょっと残念だなとは思ってますけどね。